気になるその収益がそういうことですよ。皆さん気になるでしょこれ、この底辺 YouTuber の、ね、あそう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 、まあ、初収益、最初に入ったお金を龍馬くんどうぞ。はい、第1回目ドルルルルはい、どうも、バクセです。はい、どうもこんばんは。こんばんは。本日3本目ですね。あ、そうかもういいでしょ。まあ、2人とも酔っ払ってほしいいつもですね、黙れ黙れ俺、調子がいいんだよ、はいはい、まあ、いつもご視聴、はい、チャンネル登録、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にですね、はい、まあ、こんな田舎にいてこんな楽しい活動ができてるなと、はい、まあ、つくづく思いながら、で、まあ、今日は皆さん気になるところ、はい、そうですよ ね、 ね、あの、まあ、1000人超えて4000時間とか前の動画でも何か言ったことあるけど、はい、もうちょうど1年ちょ、うん、この6月でちょっと超えた6月くんちをですよね、初動画が1周年、うん、ちょ6月くんちですけど、まあ、当たってそれ以上は言うな。そうそう、6月くんちです。分かった大事なの。2回も言わんでいいって。はい、で、まあ、みんなが気になる、はい、あ、まあ、1000人超えて4000時間のノルマを超えました。はい、で Google さんですかね、はい、とちゃんとしたこう YouTuber としての契約ができて、はい、まあ、気になるその収益が、そういうことないですよ。皆さん気になるでしょこれ。この底辺 YouTuber の、ね、あ、そうそうそう、まあ、初収益、1380人ぐらいのチャンネル登録数を持った僕たちがどのくらい収益があるのかと、うん、っていうのをね、今通帳も持ってきているので、はいはい、まあ、嘘じゃない、そうですね、ありのまま、今までの流れからいきたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。みんなこれ、ね、よろしくお願いします。初心忘れずベータなんです。まあ、あの、多分一番先に実際いくら金が入ったのかというのが気になると思うけど、まあ、ちょっと回りくど、まあ、りくど、うんうん、まず YouTube を始めたきっかけね、うん、そうですね、はい、はい、何ですか、何ですか、何ですか、誰が言い始めたの。いやいや、だいたい俺です、俺ですいや、俺じゃなかったそれ一番最初の動画思い出すこの年になってばね、YouTube とかねやると思うんだ。そうそうそう、ここ構えてる構えてる。いや、こういうキャラで行こうかなと思って一番安全なとこ行ってるから俺がそこやりたかったもん。いやいや、それは俺勝手に行こう。いやいや、勝手にお前らが話すね。いやいや、俺あげんのかい。なんですか、ね、どうぞどうぞ下がり全然ないあげなかった、ね、漫才とか見らんか、あんまりそういうスタイルは分からんとよあの、そうそう、僕たちは大体町おこしをしようっていうのでやり始めたんやけど、まあ、なかなか最近はこう歌を歌うグループとしてのイベントがあったら呼ぶといいような感じの感じになったというね。でそれで、まあ、コロナの影響もあり、うん、あ、それが一番ですよね。それが一番発信できないよねっていうので、まあ、それだったらもう五ヶ瀬町のことを YouTube でできるだけ、まあ、視聴者さんが増えてたところでいろんな五ヶ瀬町のことを発信したり、まあ、田舎のこう付き合いとか、まあね、遊び方とか飲み方とかこういろんなものをこう発信できたらねっていうので始めて、うん、でそれをプラスなんかもう自分たちもなんか楽しんでるのっていうことがやっぱ一番かな。そうそう、それをこう発信したくて、はい、じゃあ始めようってやって、はい、ただね、やっぱ一番難しい時期ではあったと思うよ。そう、やっぱほら、もう漫才師からスポーツ選手ね、もう芸能人の人、もうみんながみんな YouTube をわっと始めた頃で、しかもちょっとこう YouTube 自体のハードルもちょっとどんどん高くなっていって、規約がね、そんな中始めたあれだけど、まあなんとかね、そのノルマを、最初ね、伸び良かったですね、ちょっとまだ始まって、収益できるまでのハードルがね、ハードルがめっちゃ高くて、やっぱりそこに到達せんでやっぱたくさんいるっていうのは本当にやってみて分かる、ね、まあね、これ大変やもん。まあでもね、したいっていう人もおるし、最近も見よると日の陰とか同じ五ヶ瀬とかね、伸ばせる子がおるから、まあ、ちょっと先に始めたっていうの で、まあ、ちょっとこうどういう、こう段取り踏んでどういう段階でこうなってきたかっていうのをちょっとね、教えてあげた方がいいのかなと、うん、で始めたのが、
リョーマ君に言わせたら危ない。6月くんちですね。去年の6月くんちですね。去年の6月ね。はい。1年も分かったって、分かったって。で、それから。それから、半年、ちょうど6ヶ月。で、1000人いったとかね。はい。12月。半年で。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。収益が始まったのはでも2021年の1月からやから、あ、働くの、そう半年や、だから半年で収益やってたよ、だけ4000時間は先に越したとかな、1000人結構早く、結構早かった、4000時間登録者数が難しかったね、登録者数1000人がね、ここはやっぱ皆さんやっぱ苦労するところよね、確かに、なかなか登録してくれないですよ、いやだから見てはね、くれては、見てはくれるけど登録までってね、やっぱログインせないかんしね、それがやっぱなかなか面倒くさいっていうのがね、ワンポチなんですけどね、皆さん、ログインするならアカウントがいろいろ、アカウントの設定がね、ちょっと、いや俺たちも人のね YouTube とか、まあそれぞれの趣味とか釣りとか見るけど、やっぱなかなかどれもこれもね、わざわざね、おさんやん、そういうこと出すよ、本当に出す。だから約6ヶ月前には4000時間超えたかね、超えた。まず YouTube するのに4000時間以上の視聴時間と1000人以上の登録チャンネル登録数を超えて初めて収益化ができますよ。でそれから手順としてはどうやったかな、メールが届いて、メールが届いてで、チャンネル、自分たちのチャンネル編集するとこがあるんですけど、そこに収益っていうのが出てる。ああ、だった。収益っていうのがついたね。初めて趣味からねえ、ちょっとやらしい話、これが発生した。これが発生した。まあやらしいほどじゃない。やらしいほどじゃない。まあ。ね、ハガキが届いて、まあいろいろ登録したんです。うん。したら無事収益開始になります。で最初に YouTube かね、Google かどっちからか何円か振り込まれるかな、口座に。で口座のこっちが指定する口座とかをこう確認する、手続きをして、で向こうから何円かまず試しに振り込まれるね。でその金額がちゃんとね、99円やったら99円って報告をして、ちゃんと通帳使いますね、39円、あれ動画見ると各口座じゃないかを確かめるわけね。で正式に開始で確認ができてから振り込まれるようになるけど、それがなんかまたルールがあって、ほら一本の動画が 0.0 何円とかの世界じゃん、まあ、0.何円か、あ、広告がね、僕たちのこの YouTube のコーナーで見られてるのが 0.0 何円とか、なんか広告とか年代によっても違うじゃん、からそう、人によって、その人の YouTube チャンネルによって、その年齢層ね、広告の例えば聞いたら、まあ、30代40代50代ぐらいの人たちが見てる動画が多い人は、お客さんが多い人は、ところはやっぱほら、ちょっと単価が高くなるみたい、あのやっぱ直でこう広告とかが出とってもお金を使える年代の人たちが見てるっていうのもあるみたいで、まあ逆に言うとほら子供たちが見る動画もお金にはなるけど、子供が直接その動画、あの広告見てお金払うわけじゃないので、やっぱあの直にお金に直結する年代の人が見てるような動画の方がちょっと広告料が高いみたいなね。でいくら超えた時、8000円ですね、8000円超えた時に初めて振り込む、月末締めの、まあ、来月の半ばに振り込む、8000円超えるじゃなかなかの難しかったですね。その8000円で計算したら何万回なんですか。俺自体多分0.3円ぐらい。0.3円ぐらい。割ったら簡単やけど、頭が悪いっていいけど。この能力分からんもん。ねえ、まあだから結局これ3万回ぐらいやん。まあ3万回ぐらい、多分何万回はいかん。3万回ぐらいいかんと。かなりの回数見られんと、やっぱ8000円って超えん。超えない。ってことやろ。超えない。それを行っちゃった。これまあでも行きましたね。収入が始まって1月始まったんですか。1月で始まって。1月始まって、まあ最初入ったのがだって3月。3月か。あ、じゃあ4月だって。はい。ということで、はい、まあまあもう皆さん気になるですね。まあ1回目、まあ最初の1回目は、いろいろそういう手続き等で、振り込まれるのは遅れましたが、まあ、その分の金額はちょっとずつ増えとったですね、ということで、はい、で月末に締めて最初に入ったお金は、りょうまくんどうぞ。はい、ドルルルルル
第1回目18,053円です。1万8000円。いや嬉しいですね。18,000円、まあね、まさかの収益化でね。そう、まあ、金額じゃない。そうそうそう、金額じゃない。もうあのね、やっぱリーダーがいつも言うね、やればできるって。そうそうそう、ね、そんな早くね収益化できるなんて思ってなかったから。うん、ただ収益化できかってからも大変やけどね。本当。いやいや、いや、何が大変ってこの二人が一番大変なんだよ、編集をやってるね。もしも上回ってもらっていいですか。いや、もう本当に編集が大変なんですよ、編集が。あ、でも僕は何もできない、パソコン何もできんところから、はいはい、だから二人もできるはずだっちゃう。いやいや、あとはやる気の問題じゃないから。俺はもうパソコンの立ち上げから全部。いやいや、ああ大丈夫、教える教える。いや、パソコン切るときは俺コンセントプッツン。最悪や、壊れる壊れる。最悪でですよ、はい、もうこれ俺も大体パソコンは全然できんかったから、でしたよね、うん、もう体力がっつり系やからなんですけど、うん、もう本当気合いっすね。あれ本当気合いだ、気合い、うん、で僕が使ってるあのソフト、うん、はその無料のソフトで、はいはいはい、AVIUTL っていうすごい有名なソフトらしいですよ、無料で。これ使えば皆さんいけますよ。で無料だけね、無料で、そう、結構ねコメントとかあの見た人が、うん、バックステイの編集って結構、いやいや、もう誰に聞いても言われる、ね、編集がすごい、編集がすごい、やつからね、やっぱありがたいけど、うん、で歌の録画してみたら音が悪かったとかいろんなね、いまだにちょっとねあの録音するのにもっとおしゃれちゃろうかとか言いながら、もう毎回毎回考えながらやるんですけどね。そうですね、まあ、この収益をまたねこの YouTube に還元して、まあそうやね、うん、まあ、ライトが行ったりカメラが行ったり、いや俺たち結構モテたんですけどね、うん、もうだいぶなくなってかなり投資がね、撮影場所の確保とか、まあ、いいよね別に、まあ、そうそうそう、そこが目的じゃない。そう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 、そうそうそう、まあいろんな人にね見てもらって、てもらえれば、いろんな人にこの五ヶ瀬町の様子を紹介できてね、はい、まあこの雰囲気が分かってもらうといいかなっていう感じする。まあね、うん、まあこれからさっき言いかけとったけど、収益数がもしちょっとずつ増えれば、まあ、僕たちはほらそれぞれ仕事するから懐に入れるわけが前もないので、まあ、編集する人を頼んだり、それは最高、募集して給料がちゃんと払えるようになったり、もしくはこの行くって飲み屋も一軒もないじゃん、ね、若い子は結構多いのに、うん、そうね、蔵岡にも3軒か4軒あるやろ、中央にもあるのに行くにはないから、まあ、なんかこうかっこいいクラブとかさ、なんかできたりとかね、やっぱ若い子が多いから、うん、若い子から取りましょう。お金を。嘘嘘嘘嘘。ただ冗談。まあなんかそうやってすごい活気のある田舎にしていきたいよね。本当ですね。うん、もうなんかね、でうちの息子ももう帰ってくるっていうんで、うん、なんかその子たちがこう生活、まあ仕事、まあ環境的にも、わあ俺はやっぱここへ行くに思ってよ、ね、五ヶ瀬町持ってきてよかったぜって、楽しいぜって言えるようなね、なんか俺たちなんか作りたいな、五ヶ瀬にポンとこう作りたいね、うん、いいね、足跡残したいね、ほんと、ほんと。いや俺昔、俺ここで話したことがあると思うんやけど、はい、俺たちが辞めるときに、はい、俺たちがやっとってよかったねって、あー、バックステイやっとってこれが残せたねっていうところが残せたらもう最高かなって言ったことがあったと思っちゃうけど、いや本当あの YouTube もはっきり言って夢も物語みたいなことを始めて、まさか収益化になるなんて思ってなかったけど、本当にそこまで行ってしまった。やっぱ俺はそこに行くまで至るまでの経緯っていうのは一人じゃ絶対できなかったこと、みんながいたから、はい、仲間がいたからできることだと思う。本当に楽しい、みんなでおって楽しい。もうね、なんか何でもできそうな気がしてくるしね、うんうんうん、まあそういうことでね、うん、あのまだ収益はね、さっき言った通り18,000何百円と
次入れる予定が8000超えた時に入るっていう予定なんですけど、まあ、まだまだやってるか、まあ、まだやっぱお金のためじゃないけど、うん、いや全然そう、またまだまだやりたいこといっぱいあるけど、ね、これがきっかけに、うん、もっとこう自分たちが楽しめる、はい、子供たちが楽しめる五ヶ瀬町を作っていけたらな、はい、って思って、本当に一緒に頑張りましょう、はい、2周年もみんなでね、ああいいね、行きましょうよ、いいね、はい、20周年ライブを、はい、企画しよう、うん、そうだね、うん、ハゲてもやる、ハゲてもやるということで、はい、はい、いつも本当、はい、いつもありがとうございます。ちょっと気になってた方も、うん、そうだね、はい、まだ実際1万8000くらいしかだけどまあ、できる、うん、うん、そう、まあね、今からまだすぐ辞めるわけではないし、そうそうそう、はい、ずっとできる限りは頑張ってやって、はい、もっと何か足跡が残せたらいいですね。そうですね、またちょいちょいいろいろやっていきましょう。はい、はいはい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあチャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。お、まだ新しい。はい、本物。もう投げる。